れ様です。イエーイ、ありがとう。はい、ではでは、まあそんな感じでね、今日もよろしくお願いします。短い時間ですけど。いやー、じゃあ早速なんですけど、乃木曜選手権の方をやっていきたいと思います。わーい。今週の競技はカラフルしりとりです。はい、しりとりになるように紙に単語を書いていくのですが、その単語の色と同じ色の色鉛筆を使って文字を書きます。まあ、例えばリンゴだったら赤を使うみたいなことですね。まあ、色がよくわかんないのは黒を使って、制限時間60秒以内に何色使ったかっていうので決まるっぽいです、勝敗が。で、今週がこんな感じ。ゆなちゃん6色で、さつきちゃん3色で、はずも6色だから、そうだよね、言うてだよね。うん、出てくるかな、こんなに単語が。まあまあまあ、やってみましょう、とりあえずね。ちょっとセッティングしまーす。なんかさ、色鉛筆なんて久しぶりに見たよ。使わなくなるもんね。あ、で、お題が、そう、最初の文字がこの中からドルっぽいんで、これは取ってからタイマー押してから引くのかな。はい、じゃあ1分ね、いきまーす。よーい、スタート。じゃあこれか。おお、はい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 、これは出ましたよ。あ、やべ、ちっちゃいかも。柿で、木だから、木、緑、あ、これ黄緑かな。きゅうりで、りだから、あー、りんご、赤りんご、ごはもうごましかなくない。ごまで、まって何。ま出てこない。終わりました。はい、ちっちゃ、はい、4個でした。残念、6食いかなかった。全部食べ物やん。今お腹空いてるからだ、絶対。残念、6食たどり着かず。すごいな、6食って。じゃあ書きます。なんだっけ、1、2、3、4曲か。ああ、残念。はい、こんな感じです。はい、以上です。乃木曜日選手権以上でした。待って、何がある、ちなみに。いや、なんかさ、マンゴーあるなって思ったんだけど、オレンジ使っちゃったのよ最初に。だから、ああ、ダメだって思って、でもゴマで黒使っちゃったから、あ、ゴマ塩とかにしとけばよかったな。ゴマ塩とかにしとけばさ、O だったらなんかもうちょっとありそう。なんだろう、思いつかないけどね。はい、以上です。大丈夫かな、ゆるゆるだわ。まあそんな時もありますよね。はい、じゃあなんだ、今からはフリータイム。フリータイムです。まあ緊急報告、まあ6月になりまして、そうだな、でも5月、まあ、先月までずっと舞台の現場にいたから、なんか6月入って舞台終わって、もう乃木坂の現場に完全復帰というか、なんだろう、まあ、復帰って言い方が合ってるか分かんないけど、あの全部にこう今乃木坂
してます全部にしてます。だからね、メンバーといる時間が増えましたね、あの最近の中では増えました。まあでも言うて、あのまあちょくちょく会ってはいたから、記念日とかにですね、なんかリリーとかヤマとかとご飯行ったりとかはたまにしてたんでまあ会ってはいたんですけどね、そんな感じですね。あ、ありました。あ、そう、アスカさんの卒業コンサートがありましたね、先月。私はあの1日しか出られなかったんですけど、よかった、本当に出られて見つけてもらいました。てか来てくださった方どれぐらいいるんだろう。配信もありましたしね、ね、現地でいたよって方もね、いらっしゃると思うんですけど、そう、ちゃんと全部出ました2日目ちゃんとフルで出させてもらいました。まあ、アスカさんやっぱ最後のステージなのでね、どうしても全部やりたかったんで無理を言ってやらせてもらいました。制服を脱いでさよならをユニットでやらせてもらったんですけど、 JK ポーズをさ、アスカさんの横でこうやってできるなんてもう夢みたいじゃないすごい嬉しかったです、私はあれがねえ、そうなんです、めちゃくちゃ綺麗だったアスカさん、本当になんか消えちゃいそうなぐらいもうなんか儚すぎて、すごく素敵な時間でしたねすごいな、もうツアーが、だってさ、ツアーがもうあと1ヶ月もしないで始まるんですよ、7月の1日からだから、もうあと3週間ぐらい始まるんですよ、今年も乃木坂の夏が。そんでもってラストのさ、東京公演神宮が4日間、 1,2,3,4 4日間もあります。4日間もだよ雨降るかな今年もね、え、いつも降ってたからね、去年とかやばかった気がする、台風レベルに、なんかもう風も雨もすごくて、本番始まる直前まで止んでたのに、始まったらさ、いつも降るんだよ乃木坂のライブって不思議にね、今年は晴れるかな晴れるといいですね。うん、今日は雨すごかった、確かに4日間あるからどこかしら降るかもねまあそれもね、楽しみましょうはーい雨も演出ですか、いや確かに雨演出並みに降ってたな、降ってたなんてもんじゃない、もうだって出て1曲目でもう髪型も何ももう全部終了してたもんなんかめちゃくちゃ綺麗にメイクさんにやってもらったのに、なんかお風呂上がりみたいなね、なっちゃいましたね。今日から梅雨入り？今日から？え、絶対嘘だ。もうちょっと前から梅雨入りしてたよ、多分。雨降ってた気がする、結構、最近。ね。まあ、楽しみましょう。今年の夏もね。いっぱいありますから、会場。7都市あって、沖縄とか初めてですね、ライブで行くのは。すごい、どんな感じなんだろう、楽しみ。でも暑そう暑そうだな、沖縄。意外と夏の北海道も暑いんですよね、どこも暑いなどこも暑いです、楽しみますはい、あとは、あ、そう、あの私、まあでもこれも公開されて2週間ぐらい経っちゃってるんですけど、あの乃木坂配信中で私のあの一人での動画、舞台前ルーティーンみたいなのを撮ったんですけど、
それのね様子が載っているので、ぜひ皆さんまだの方は見てみてください。なんかさ、舞台の時って休憩時間1幕2幕の間の30分とかにあるじゃん、休憩。あの時間何してんだろうなとかさ、結構知らない人から見たら何してんだろうって思うじゃないですか。そういう時間も全部撮ったので見てください。朝からもうほんと1日の終わりまで撮りましたので、ぜひ見てください。ほぼゴロゴロ、あー、見てくださった方のコメントですね、これは。はい、間違いないです。ほぼゴロゴロしてたな。でもあれ、ただのゴロゴロじゃないからね。ちゃんとストレッチですから。はい、あれはとってもいいですよ、あのストレッチボール。まだの方はぜひ。はい、まあそう、その流れで話しますと、そう、舞台がね終わったんです。あー、終わりました。長かったね、2ヶ月かな、本番は2ヶ月間あって55公演あって、まあでもなんだろう、2作やってた、2作品同時だったから、本編とエターナルで、なんかその結構交互だったから、なんだろう、毎日同じことっていうよりかは、なんだろう、違うものもあったから、それの緊張感みたいなのがずっとこう続いてたから、すっごいあっという間に感じましたね、本番始まってから。まあ、稽古から含めるともう本当に長い期間この作品と向き合ってたので、私は去年の年末ぐらいかな、年末ぐらいからリリースして、まあ1月2月もバスラーとかと並行しながら、チョックのまあ一人ですけど稽古して、で3月ぐらいからみんなでやってね、えすごい、なんかもう6月だもんだって。今年が終わっちゃう。あと半年で。だからね、本当に長かったような、あっという間だったような期間でしたね。なんかその最初の方にやった振り入れとかも本当にとりあえず振りだけ写すみたいな感じで振り入れして、こう動画に撮って後で見返せるように撮ってたんですけど、それの映像を今自分で見返すともう本当にやばくて、すごいとんでもなく踊れてなくて、面白いぐらい、なんか本当にもう見てほしいぐらい面白くて、ちょっとまあ見せる機会はないと思うから、まああったらね見てほしいんですけど、本当にめちゃくちゃ面白いぐらいに踊れてなかったのに、ちゃんとこう無事に形になって終われたのがすごくほっとしてます。55公演も私やったことないからさ、舞台でできるかなって思ってたけど、本当にね、すごく皆様、カンパニーの皆様温かくて全部教えてくださるので、すごく心強かったですね。ねえ、そう、定期にね立てると思ってなかったので、私とりあえずもうそれもすごく嬉しかったし、なんか終わってさロスになるかなって思ってたの、すごい、こんなに長い期間やっててさ、それがパッてなくなったら寂しくなるかなって思ってたんだけど、まあ、あるけど、もちろん、まあなんか終わっちゃったなっていう寂しさはあるんだけど、でもなんかそれ以上になんかすごい、もうやりきったぞみたいな達成感がもうとにかく大きくて、すごいもうなんかよかった無事に終わってっていう嬉しい気持ちです。うん、衣装がすごかった。衣装ね、そうそうなんです、衣装がすごく種類が多くて、14着とか
くらいかな。あんまりさ、舞台でそんなに着替えることってないじゃないですか。すごい、だからね、めちゃくちゃありましたけど、私が一番好きだった衣装はあの無限っていうナンバーなんですけど、わかるかな、あのね、なんか踊ってるだけのやつ。あのなんかダダーンって最後さ、膝ついてなんかいっぱい回転してダダーンってやるやつ。あのめっちゃ太鼓やった後にさ、みんな出てくるやつね。あの時の和服みたいな、和と洋のミックスみたいなのがめちゃくちゃ好きでした。でもあれしか着ないから、ちょっとしか着れないんですよ。そうなんです。ドゥドゥーンで伝わった、すごい。あ、そう、その流れであの行きますと、これ今日のさ、今日のっていうか昨日の葉月からのこの曜日の宿題で、なんか舞台でのハプニングはみたいな、そう来てて、そうなんです。これ答えますね。ハプニングか。ハプニングはね、なんかぼちぼちあったんだけど、でもね、あったような気がするんだけど、2ヶ月の方やってると忘れちゃうんだよね。忘れちゃうんですよ。でも、まあ、忘れもしないものが、まあ、ハプニングなのかな、まあ、一つ挙げるとすると、もう本当に4月の一番最初のゲネプロ、本編のゲネプロで、まあ、舞台上でその通してやるってことをやってないので、そのゲネで初めて通すみたいな形だったんですけど、衣装を着てねやるっていうのが初めてだったから、その着替えとかも間に合うかなみたいな、結構怖かったんですけど、ゲネプロでもうやっぱりさ、その記者の皆様とかがもう入られてる中で、すごいもう失敗できないぞっていうプレッシャーもありつつ、まあなんとかねうまくいってたんですよ、最初の方は。で、最後の、本当に最後の最後、あのラストの曲にある1個前の夜の海っていう曲があるんですけど、あのね、インターミッション、なんか着物着て紐とかでこうやってやってたやつわかりますか、あれが終わって履けて着替えを、もう本当にもうあれ何秒なんだろう、何十秒も1分も多分ないぐらいで着替えて夜の海で出なきゃいけなかったんですけど、その衣装さんとかにこう着替え手伝っていただいてて着替えてたんですけど、本当にあれちゃんと着物着付けしてるから全部ほどかなきゃいけなくて、ほどいてで着て靴も履いて髪型も変えてってやってたら、まあ結構時間がなくて、私がもう出なきゃいけない音の付近になってしまって、やばいってなって、帯だけこう後ろにキュッて置いて、なんかパチッて外れないようにここでね、なんかこうマジックテープみたいなので止めて、紐で結んで止めるみたいなシステムだったんですよ。でそれつけてる時にもうその音楽が鳴り始めて、間に合わないってなって帯のそのなんかビリビリだけ止めて紐結べない状態で私出てって、それでもまあギリ間に合ってなかったんですけど、まあまあまあ踊り出しには間に合って踊ったっていうありましたね。だから衣装ちゃんとゲネの時完成形で着れてなかったんです。紐結べてなくて、その時のなんかこうネットにさ、いっぱいこう記者さんが写真載せてくださってるのがあって見たら、まあでもそれをだけを見たらわからないんですよ、やっぱり紐が結ばってるか結ばってないかなんてわからないんですけど、でも若干黒い紐がなんかいい感じに風でなびいてる感じに映ってて、でもそれもなんかもうそういう衣装ですって言ったら、もうなんかそう見えるような感じのまあ服だったので、多分誰も気づいてないと思うんですけど、紐がねいい感じになびいてました。まあそれ結ばってないからって、まあなんか服が脱げるとかそういうあれじゃなかったので、その帯のあれがここについてる大きい飾りみたいなものが固定されるものだったので、まあそれで出ても
大丈夫だったから多分出してくれたと思うんですけど 紐がなびいてました 写真見たら まあそんなことがありましたね。本当に多分30秒ぐらいで着替えてます、あれ 結構全部バッタバタで着替えてるので、それこそ最近の撮影とかでも本当に何十着みたいな着る時があったんですけど、それの衣装チェンジ私めっちゃ早いって言われて、だから多分そのショックの時に培われた早着替えが 2ヶ月で早着替えがすごくなんか上達したみたいで まあ早着替えじゃないんですけど、普通の仕事の時はなんかいい感じに着替えの早くなりましたね 早着替えのスキル磨かれちゃいました だからもうこれから、まあこれからのツアーとかもそうですけど、乃木坂のライブでもうとんでもない早着替えとかも多分私いける気がする。めっちゃすぐ着替えられますよ。だって髪型チェンジまでやっちゃってたんですか、あの時。まあお手伝いしていただいてましたけど。ね。ちょっとまあ、そんなことがありましたね。はい。まあ、なんか結構身振りとかでも、当たらなかった、チケット当たらなかったよって方がたくさんね、いらっしゃったんですけど、でもね、なんか本当にこれの作品は私がいるいない関係なくすごいたくさんの方に見てほしいなと思ったので、まあ、これからもね、なんか機会があればぜひ見てほしいなって 思います。はい そんな感じですかね。まあまあ、あとなんか聞きたいことあったら、巡りとかでも 聞いてください 全然答えられるものは答えるんで ね。すごい。いやー、ありがとうございます。すごい、みんな褒めてくれる。みんな褒めてくれる。そう、みんなね、なんか、レノリカちゃんって呼んでくれてたよっていうのを教えてくれて、ファンの方がこの前、身振りしたらいろんな方がね、そう言ってくれて、嬉しい。嬉しいってなりました。そんな感じでね、まあ、過ごしてきた上半期でした。さあ、私はもう宿題をさっきやってしまったから、次のメンバーへの宿題を出さなきゃいけないんです。はい。じゃあ、ここで明日の木曜日担当メンバーに宿題を出そうと思います。明日の担当はみっちゃんです。訳語見よう。みっちゃんだよ。明日は。何にしよう、宿題。みっちゃんって今、最近会ってないんだよね、意外と。そうなのよ。でもさ、お出かけする約束はいっぱいしてるから。ね。何がいいですか？宿題。何がいい？何がいいか。ヤクボ。あ、確かにミニライブで。ミニライブで会ったのもでもめっちゃ久々だったんだよね。本当に。何？チュロス？何？チュロス食べてってどういうこと？ チュロス、みっちゃん好きなの？ああ。何がいいかな？迷う。宿題でしょ？何がいい？新作のモノマネ？新作のモノマネ？なんかそんなみっちゃんってなんか そんなモノマネするタイプだったっけ？ワニワニパニック？最近の大学でのエピソード。おお、確かにね、大学だもんね。大学生だもんね。
何にしよう。迷う迷う。ママさんになってあげて。そうだ、みっちゃんママって言うよね。何がいい？ああ、じゃあ、いいよ。いや、私が個人的に聞きたいことにしちゃおう。結局ね。うん、こんだけ聞いといてすみません。じゃあ、書きますね。書いてまーす。てまーす。書いてまーす。なんかさ、一人だと無言なんの。ちょっとあれだから。い、書きました。ということで、じゃあ私の、私とお出かけするとしたら、どこに行きたいですか？そこに今度一緒に行こうと思います。みっちゃんさ、ね、4期生だから、後輩ではあるけど、なんか、そんな感じ全然しないの、いい意味でね。だから、すごいお出かけしたいなーって。思ってます。みんなでね、仲いい、いつもの子たちと。はい、こんな感じで、宿題でした。じゃあ、どこに行きたいか、ちょっと皆さん教えてくださいね、私に。みっちゃんがこう言ってたよって。はい。もうね、あっという間の30分が終わります。明日の、木曜日の配信時間は、まだ決まってないみたいなので、決まり次第、ショールームの公式ツイッターでお知らせします。はい、こんな感じで、久しぶりの乃木曜日、ちょっとゆるゆるだったかな。ごめんなさいね。すごい、久しぶりにお話できて、嬉しかったです。またお話ししましょう。はい、ということで、見てくださった皆様、1万5000人の皆様、ありがとうございました。また、お会いしましょうね。それでは、バイバーイ。おやすみー。